こんにちはノブジャブファミリー、ジャブ講座です。あ違うな。今日はジャンプ講座です。ノブジャブファミリーもね、ジャンプ講座を行います。対面コーチングですね。先日ね、ジャンプをして写真があった。それとね、ほぼ似たような感じの私の写真があるので、ちょっと待機しながら、どこがどう違うのかっていうのをね、ちょっと解説していきたいと思います。左のジャブ、ノブジャブファミリーの弟子ですね。でもこの前ね、あれかな。 ジャンプ講座をちょっとね、購入していただいたので、えー、対面コーチングっていう形でね、やっていく。ノブでね、ジャイブ講座っていうのはもう37項目、もっとあるのか今、えー、40項目以上あるのかな、えー、ジャンプのアプローチからいろいろとね、今、対面コーチングとかいろんな動画が入ってるんですけどね、えー、今シーズン中に、えー、冬ジャンプを手に入れようっていうね、ことなので、えー、ちょっとやっていきたいと思います。対面コーチング、これ、あのー、左がね、弟子です。で、右が私です。 何がどう違うのかっていうことなんですね。それをちょっとね、解説していきたいと思います。で、一番下が、えー、ジャンプ、一番下じゃないか。一番上が、えー、から、1番、2番、3番で下に順にね、えー、行きます。じゃあ、解説していきましょう。えー、っとね、まず一番、えー、弟子のね、一番、えー、左の上からちょっと解説していきます。これね、何が違うのかなっていうとこなんだよね。問題はね。 これ、ここでやって、ちょっと待ってくださいね。これで大きくなるかなこうなった。こうな,なった。<laughs> いいですかこれちょっと見てもらえば、えー、分かると思うんですけども、えー、まずアプローチ。これ、アプローチで、ねえー、波に当たってジャンプするぞっていうところなんですね。で、えー、んでってことはないか。言葉が悪いな。<laughs> えー、そして、えー、これが私。これ何が違うか。 ね、アプローチ角度はほぼ、でも、えー、私の方がちょっと、えー、アビーム寄りなのかな。でどうしてもね、えー、一般ジャンパー、一般ジャンパーっていうの言い方がちょっとおかしいかな。えー、一般の、ねえー、じゃジ,ャあジャンプ、ジャンプ、ジャンプですね、ジャンプする方っていうのは大体ね、こうえー、雑誌なんかでね、昔からあるんだけど、下るっていうねイメージがすごい強いんですよ、アプローチが。これ、海なんかだと、まあ、下ったりとかっていいかもしれないけど、本当にね、 これちょっとあの私の、えー、これは考え方というかね私がこの平水で8メートルか10メートルぐらいね波のないところでジャンプするっていうねアプローチもずっとやってたんですけどもそれで気づいたことっていうのは一つあってそれちょっと言いますと下ったら平水ジャンプ上がりません実を言うとこれねあの本当に冬ジャンプで高く上がりたい平水でまあ海でも多分そうだと思うんですけども実を言うと アビームから風上に飛ぶんですよそうすると、冬ジャンプっていうのはできる。っていうことなんですね。下ってしまうとどうしてもねこう細かい説明ちょっとなっちゃいますけどもね。<laughs> 真の風を使ったジャンプなんです。これ何でもそうなんですが、ジャイブもそうなんですけども、真の風を使ったジャイブ、真の風を使ったジャンプっていうのはこれは限界がある。 平水で 8m、10m、これちょっと信じられない、奇跡に近いジャンプの高さなんですけどね、それ上がるためにはどういう、これ実言うと、進行風なんです。進行風をつかめなんですよ。これ、最初絶対難しいです。<laughs> だから最初はね、あのちょっとアビームからちょっと下らしたぐらいで、うねりを使って跳ねる、ジャンプ、とにかくジャンプするっていう形を作るたびに、それは必要なんですけど、そこから浮遊するっていう、ね、ジャンプに、ステージアップした時には、もうアビーム。 せいぜいぜできれば風上に飛ぶぐらいの勢いが必要ですね。そうすると進行風なんですよ、使うのは。そうこれあのー、左と右の写真見てもらうとわかるんですよ。もう、アプローチの段階の引き込みが違うんですよ。まあ、手幅もね、違いますけどもね。えー、もうとにかくね、こジャンプっていうのは、う,うねりを使って上がった瞬間に、もコントロールはもうセールなんですよ。セールの引き込みしかないんですよね。 引き込めば引き込むほど、まあ、進行風が取れるわけですね。まあ、真の風も取れる。スピードがなくなってくれば今度は高く上がってきて、今度はスピードがなくなれば今度はほんの真真の風っていうのを捉えるわけ。真の風を捉えるんでも引き込みが甘かったら風は逃げますからね。これは上がらないのは,これは当然っていうことなんですね。まあ,あの、最初にこれ言っちゃうと、うわ、難しいなと思った方もいると思うんですけども、えー、本当に冬ジャンプで上がりたければ、風上に飛べるんですよ。 そして真の風を使い、このイメージを頭にしっかり持ってもらうといいと思いますね。えー、そうすると、今までこう跳ねたジャンプから冬ジャンプにしたいという時に、そこが変わってきます、えー。そのイメージだけで。いいですか。で、私、ジャンプがね、すごい、あのうまい、自分で言うのもなんですけど、たぶん、日本でトップクラスぐらい高く上がるっていう技術を持ってるんですけども、これ、平水で練習してだから、それの技術が身についたんですよ、実用と 私の知る限りでは、あと、えー、平水とかね、そういうところですごい上がるっていうのはね、えー、と、コロンビアゴージ、ゴージのね、人なんかやっぱり上がるんですよ。あれはやっぱりこう、風上に飛んでるんですよ。で、途中から風下に飛ぶっていう、まあ、そういうね、アプローチは風上にアプローチですね。まあ、それの技術を身につけたっていうね、まあ、それはまあ私、平水でっててよかったなというところなんですね。そういう技術を身につけたってことはね。だから、あのイメージ的に言うと、風上に飛べっていうね。 本当に冬ジャンプして、本当にジャンプのスキルを上げたければというところなんですね。で、まあ、じゃあ本題に戻ります。えー、これはねあの、対比してもらうと分かるんですけども、もうとにかく引き込みが違う。<laughs> 手幅と引き込みが、セールの。えー、引き込めるけど、絶対飛ばないわけよね。芯、えー、の数だけ、スピードが出てて、芯の数がもう入ってるプレーニングホームから飛ぶのに、セール開いたら、もう芯の数しか使えないわけですからね。これはもうある程度限界にがあるというのは、これ当たり前のこと。 だから、これよく見てもらうと分かるんですけどね、えー、後ろの膝の曲がり方とかね、えー、手幅、やっぱり手幅がね、一番重要なのはね、えー、そこが重要です。まあ、ここをね、ね、えー、ここでこの説明をしていくと、本当にすごい長いので、えー、それはまたね、細かなスキルとして、また、えー、伝えていきたいと思いますけども、今回はこの、えー、まあ、一番目の写真だと、もうとにかく、えー、アプローチの角度が違って、あと、引き込みが違うっていうところですね。えー、だからまああのー うんね、ブーム手の肘がが、ね、曲がってますよね。えー、肩や、えー、弟子は伸びてますよね。これでも引き込みが違うということになります。えー、次いきます。どんどんいきましょう。次。えー、次は2番目の写真。これはあの上がった瞬間ですね。上がった瞬間の形です。いいですか上がった瞬間の形で言うと、ちょうど、えー、私の場合は、えー、ブームと同じぐらいの頭の位置。で肩や弟子の方はブームの上に頭に来てます。 だから腰が落ちてないとほら腰が曲がってるんだけど腰が落ちてない。これどういうことかっていうと、えー、私の場合、ノブの場合は腰の位置がもうボードに近づいてるんですよ、高さが。分かりますそして、えー、ボードよりお尻が外に出てます、完璧に。で、肩や、えー、ボードのセンターの方に腰が落ちる。これでもう引き込みが違っちゃう,って言うんですね。これ見る限ぎりは引き込みってそんなに変わってないんですよね、でもね。 見た感じではあと徹底的に違うところっていうのはいいですかこのマストのあセールの横角なんですね風上に対しての角度が違うんですよ上がり始めて風上の方にマストが倒れてますねノブの場合はで肩や弟子の場合はマストが垂直に立ってってことはこれは上に飛ばないここで今度は使うのが揚力なんですね 上に上がる力。イメージ的には上に飛ぶんですよね。だいたい平水でやってるジャンプの人たちは上に飛ぶってイメージがあまりない。<laughs> もうとにかく上に飛ぶんですよ、上。ジャンプって言上ですから。高さですから。上に飛ぶイメージがない。うん、ってことは、セールを大き、えー、風上の方に倒すことによって、揚力、今度は上に飛ぶ力にセールに変換しなくちゃない。真っ直ぐ走るための えー、推進力じゃなくて、揚力にしなくちゃ、飛ぶための揚力。ということは、マストの角度が違うんですね。大きな違いというのは、そこです、はいえー。そのために私は腰をボードの外に出して、えー、マストをこう、カイトっていうのかな、カイトセーディングにしてるわけですね。そうすることによって、カイトすることによって、推進力じゃなくて、上に飛ぶ力に今度変換するっていうこと。 そこかなやっぱり一番違いはね。だからこの場合、あの弟子の場合は、えー、腰をもう少し、えー、外側に出して。で、これ私ね、えー、腰をもっとこうも、もっとこう、カイトしようっていう。かブームにブルー下がる感じで、だから私の場合だとこう、ブームにブルー下がってる感じがちょっと出てると思います。で、片や、ブームにブルー下がってないです。ブームを平行に引いてるっていう感じになってるんで、これ、マストがカイトしないですよね。そうすると上に飛ばないです。 いいですか、はいえー、そこの大きな違いっていうね、ポイントがありますね。だからそこの大きな違い、マストを解凍させるっていう、セールを解させるっていうとこかな、一番。そのために腰の位置とか、えー、なってきます。はい、いいですか、ね。形違いますよね、明らかにね。えー、マストのこうセールの王角も違ってきてるっていうとこだと思います。で、続いて、次いきます。来たぞー、みたいなね。はい、次。 ここで、えー、ちょっとこれ最後だから大きくしようか、少しね。はいねえー、ここで、いいですか見てください。これは明らかに違いがもう分かっていると思います。アビームのはボードがアビームのは飛んでます。で、片や、えー、風下の方に飛ぼうと。そうすると、このセールの開きが違う。だセールの、これを見る限りでは、えー、でもボードがアビームで飛んでるか、クォーターで飛んでるかで、セールの開きっていうのはもう、 ボードに対しては変わんないけど、風に対しては全然変わっちゃうわけですね。開いちゃってるわけですね。弟子の場合は。で、腰の位置っていうのがね、だいたい見ても笑うと分かるんですよ。ほら、ボードの底流に腰が来ちゃった。だからボードのセンターの方に来ちゃってるんだよね。これがもっと風上に関しての。これ、アビームで飛んでれば、えー、多分、えー、ボードの、ね、ボードっていうのはもうノーズが風上に行くわけだから、腰の位置とボードの関係化するといいわけ。 ですよね、えー、あとはやっぱり先ほど言ったセールの大角、斜め、大、え、角、ー、っていうのかな、えー、私その辺ちょっと、あ適当に使っちゃいますけどね、風上45度ぐらいにもうセールが寝てるんです、完璧に回としてですね、だから完璧に揚力になってるっていうことなんですね。いいですか、揚,揚力。で、セールの引き込み、そのう分に、だから本来ね、もっともっとセールを引き込んでもいいわけですね、私の場合でもね。 そうすると、ここからぐっともう一段上がるんですけどもね、そのためには、この腰の位置をもうちょっと風上に持っていって、後ろの肩、腰でハーネスラインをかけてジャンプしてますから、それをぐっとこうねじり込んであげることによって、セールのブーメンドがあと10センチ、20センチ引き込むわけです。で、このセールの45度の角度で風が入れば、上に上がるで、進行風も取れる。 ね、引き込みがなければ深刻取れなくなるから真の風しか使えないんでもうこれは限界高さ的には全体限界が出てくるんですね、えー、だからその辺のちょっとイメージを変えることによって、えー、ハイジャンプ平水でのハイジャンプができる平水でできるってことは海だともっと上がるってことですからね <laughs> 実を言うとね、えー、その辺のイメージねだからもうこの写真見てもらうと分かるんですけどもう本当にこのセールのこの寝方が全然違う で簡単な言葉で言うと寝方、風上の寝方が違うんですよね。肩や、ね、弟子の方はちょっと立ち気味ですよ。でもちょっと来てるかな。うん、だからまあ高さが結構出てるんですけど、これからもっとあと20度、30度風上に来てもらって、体を使ってですよ。手じゃないですよ。体を使ってブームにぶる下がるように。私の場合だったら見てもらうと分かるんですが、ブームにぶる下がってるイメージがありますよね。や。 えー、弟子のはブームにぶる下がってるっていうかしがみついてるっていうイメージになっちゃうんですねだから体が起きちゃってるっていうことになるわけね、えー、だからその辺がポイントですだからこの引き込むためには、えー、ちょっとね、えー、ポイントとして教えるのは後ろの腰と後ろの肩で体をこう風上にねじるようにして引き込みを詰める体で引くんです手じゃないです、えー、ブーム手でキュッとこう風入れただけだとこのあのダメです <laughs> 弟子のジャンプでこれでブーム手でキュッとこれ、風入れてみてください。えー、実を言うと、前の方に飛んでいきます。前に飛んでいくというか、ノーズダイブになるんですよね、実を言うと、ねえー、そこから一番のポイント、それが違う多分この写真を見てもらえば違いっていうのは、今ね、はっきりと多分分かったと思いますね。あこれが飛ぶ原理なんだ。これは飛ばない原理っていうか、スピードで跳ねるっていうぐらいのイメージっていうことです。 それが、えー、一番の重要なポイントですね。だからセールのこの風上に倒れる倒れっぷりが違うということです。そしてブームにぶる下がるっていう感じですね。でもう一つ、最大のこう,うーん、これ教えちゃうかな。えー、教えちゃいましょう。<laughs> このね、えー、この私のこの、ね、写真見てもらうとちょっと分かると思うんですけども、ちょっとちょっと大きくしようかな。これこんなに教えちゃっていいのかなこれ多分ね、私ね、 えー、無料で動画あげちゃうんですよ、きっと。<laughs> 怒られるかもしれない、えー。ジャンプコンテンツ買ってる人にそこまで教えちゃうのみたいな、えー。でもいいです、えーね。これを見てね、おお、すげえな、こんな技術があるんだってね、こう感動してくれた人はね、えー、ぜひとも、えー、ノブ、えー、ジャンプ講座っていうの、ね、あの手に入れて買ってください。そうすれば、もっと細かいことが出てますのでね。で、これ、最大のポイントとして言うと、このボードのセンターに対して、マストのこの角度。 分かります一般の方は、えー、ボードのセンターの真上にマストが来るんですよだからマストが垂直に来てるこれ実はと風上の方に来てるんですね、えー、45度ぐらい風上にマストが来てますよねこここなんです。このセールのポイントを実を言うとセールのパワー,ーポイントをボードのセンターに寄せなない、ね。 これはマストが、ね、これ垂直というかボードについて垂直にこうマストが立っている状態で回答してもセールのパワーポイントというのは風下に来ちゃうんですよ。ボートとのセンターと合ってないんです。そうするとどういうことが起きるかというと、これ飛ばないんですよ、実を言うと。風下に流れちゃうだけ。だから基本的にはジャンプは飛んだら揚力なんですよ。セールを使った揚力。これによって上がるんです。だからそののマストのこう 角度っていうのをすごい重要視しなくちゃう、ね、弟子の方の見てもらうと、まあ多少風上に来てますけど、そんなに出てないじゃないですか。そうすると、これって風下も行くしかないんですよ。いいですか面白いですよ、これ。これ、原理。だからこれ、セールのパワーポイントっていうね、このボードと体と、全部のパワーポイントっていうの、原理っていうのがですね、引き込むための原理、これ、セールムーブと大体同じに近いんですけどもね、えー、その原理を使う。っていうことなんです。 そうすることによって、まあ、これはね、すごいよく考えればね、だんだん分かってくる。模型で、自分で模型でやりながらやるとね、結構分かりやすい。まあ、これは自分でやってください。ええ。だから、その辺のポイントの違いっていうのが、もうどうしても出てくる。ですね。だからまあ、整理しますと、とにかく、ジャンプしたら、解凍させるってことです。揚力に変換させてあげるっていうことです。ええ、そして、あとは引き込みが重要です。 引き込みが重要なんで引き込むための体の使い方をするってことです。であとは最後のポイントとして、まあ、一番最大の重要なポイントなんですけどマストのこの風上に出る角度をこの写真のように45度ぐらい出してあげるっていうポイント,ポイント出してやるってイメージじゃないんですよね。体が外に来るからそれにくっついてくるっていうイメージにそのね形をねとにかく作るってことがね 最大の重要なポイントだと思いますそうすることによって浮遊します浮きますどんな低いアプローチでもそこからフッてセールで浮いてくれますですねで後ろの方と後ろの腰でグッと体を使ってセールを引き込むっていうイメージをしてくださいこれねあんまり後ろにこうやってねあの弟子のようなジャンプの形でテールにお尻が乗っかるぐらいのあれだと実はマストっちゅうのはこっちの風上に出ないんですよ 体がいってないから、これを体がいけばいくほどマストっていうのは出るわけですね。そうすると、揚力になる。解凍してやれば、必ず揚力になって浮きようになります。これが最大のポイントです。今日言っちゃったね、これね、最大のポイント。これ無料であげるのやめようかな。<laughs> っていうね、えー、ちょっと感じじゃないですか。まあ、あ YouTube であげるんですけど、これ限定でねこうあの、日にち限定してあげるって形にしましょうかねじゃあね。えー 1>, まあ1週間、2週間ぐらい上げといてあとはまた限定配信にして、えー、非公開にしちゃおうかなっていうねあのファミリーのみっていう形に、えー、したいと思います、えー。そういうことです。えー、今回の,、ね、そのポイントですね最大のポイントというのは、えー、今言ったことです。そしてジャンプ、ジャンプもそうです。えー、ウィンドサーフィンもそうですけど真の風じゃなくて進行風を手に入れ手に入れろってことです。進行風で飛ぶ。 だからイメージが多分ガラリと変わってると思いますね、もうね。今までの常識とはあ違うじゃんっていうふうに思ってると思います。進行風で飛んだら絶対に高く上がらないです。あ、進行じゃない、真の風は。進行風を使うんですで。アプローチは本当にジャンプある程度できて、これから浮遊したいっていう方は必ずアビームからちょっと風上に飛んでください。そのためには何が必要かっていうのはわかるわけですね。引き込みが重要、ね。進行風を取るわけですから。そうすると、おのずといろんな形が出てくる。 それはね、ちょっといろいろ試行錯誤して考えてもらうと楽しいですよ。そうすることに上がるってことでこれ原理ですね。だからね。平水で高く上がるための原理です。でジャンプ、ボードが水面から上がった途端に、もうセールだけです。セールの揚力を使うだけ。進行風で。そうすると、実言うと、私がもう10メートルぐらいジャンプするときっていうのは、実言うと風上に飛んでいくんですよ。風下に飛んでいかないんですよね。 風,か風の方に切って飛んでいくんですずっと。そして、どん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 高く上がっていく。これは完璧に進行風で飛んでいくっていう,っていうことになりますね。進行風、揚力。まあ、いろんなね、えー、まあ、細かいことは私は分かんないですけどね、実言うとね。えー、そういうふうに、えー、イメージで、えー、練習してください。えー、そうすれば必ずあなたのジャンプは浮遊します。えー、今、1メートルしか飛ばない人が2メートル、3メートル。うまくいけば5メートル、6メートル飛ぶ可能性もあります。 でもこの形ができてなければ、それは絶対にありえないことですね。えー、もう本当にもう2メートル、3メートル、ふわって浮くようなジャンプしたければ、しっかりとこの形を、最後の、ね、この形を頭にイメージして、取り組んでください。えー、あとは、ね、イメージトレーニングでこの形を体に落とし込むということを、ね、しっかりしてもらえばいいと思います。えー、そういうことです。えー、本日も、ねえー、ジャンプ講座。ジャンプ講座になっちゃったね、今日ね。ジャンプ講座。えー、ポイントがありました。そのポイントをしっかり踏まえた上で、 ちょっと練習してみてください。そうすればあなたのジャンプをフーって浮くようなジャンプになります、えー。もう海だったら怖いですよ。10メートルぐらい平気で飛んじゃいますからね、えー。その時はボードパーンと離してね、セールとボードパーンと離してあの、飛び降りてください。危ないからね、えー。そういうことです。本日もありがとうございました。